都民の皆さん、こんにちは。今この時期、コロナ問題が長引く中、皆様に何とかいい知らせをお伝えしようという気持ちでいつもこういった場所に立っておりますが、まあ、残念ながらそのいい話は全くありません。非常に申し訳なく思いますけれども、この問題はもうあまりにも長く、言ってみればマンネリ化している状況も見受けられます。しかしながら我々、家族を含め、これを助ける救う会、あるいは全国の自治体、そして、県議会、議連ですね、国会議員の、議連も当然あります。そういった意味では全国がある意味一体となってこの拉致問題を考え、なんとか早く解決する方法を構築しながら世論に訴えて、おります。しかしながらこの世論というのは本当に大切なんですけれども、それを受けてですね、政府がどれだけ具体的に行動ができるか、ここに鍵があるとは思うんですね。私たちもこの家族を助けるために18年前から、1997年の3月25日から家族会を立ち上げ、そしてそれと同時に救う会も立ち上げ、この救出運動にかなりの勢力をつけてまいりました。おかげさまで、18年も経ってるのもおかしいんですけども、国民の世論はかなり盛り上がってます。我々かわいそうな家族だというような感覚ではなくて、実際になんでこんなにかかるのか、政府は何をやってるのか、そういった怒りの声がですね、相当盛り上がってきております。18年もこういった活動をやっていながら、本当に結果としては例の小泉総理が2002年に5人の被害者を取り返したという事実があります。けれどもそれ以降は全く動きがありません。もっともこの5人が帰ってきたという経緯もですね、よく考えてみると、小泉総理がある油断を持って乗り込んでいったわけではないというのは私の考えです。どうしても日朝協議をせざるを得ない状況を作ったのが、当時の共和党、アメリカ共和党ブッシュ大統領ですね。で、彼は北朝鮮、イラク、イランを含めて、悪の枢軸というようなことをはっきり言って、それに対するかなりの制裁をしたわけです。で、当然北朝鮮もその制裁を受けて、いましたけども、相当困っていた感じですけどね。で、その間の問題として、日本人の拉致問題を早く解決させなさいというようなことがあって、実は金正日から小泉総理にオファーがあって、日朝会談の実現になったわけです。で、それまでは絶対に拉致なんてのはありえない、北朝鮮はそんなことをやる国ではないというふうに主張していたのですけども、その日朝会談の時に金正日が日本人拉致を認めて謝罪したと、いうふうになっているわけです。で、それもしかもですね、5人返して、後の認定者8名はもう亡くなっていると、いうようなことを言ってですね、それが今も続いているんですね。ですから、その向こうの態度をそのまま鵜呑みにすれば、もう私の妹田口八重ですけども、めぐみちゃんも八重子もその他の被害者ももういないというふうになってるわけです。そういうことを当然ながらですね、我が方でもですね、いろんな調査はしてます。そして、
特定失踪者を含めた相当多くの方々の拉致被害、拉致の疑いが晴れないという実態、これもかなりはっきりしてきています。ですから私が小泉総理の時の場面テレビで見ました。で簡単にですね、向こうの言うことをそのまま受けて、帰ってきたこと、まあ、その時に支援の約束もきちっとしてきた、まあ、そういうことが目の当たりにテレビで見てですね、おいちょっと待てよと、まだまだたくさんいる人の被害者の話は全然してないじゃないかということが現実的にあったわけです。そういったことを考えるとですね、まだまだ日本の総理大臣として日本の国民、大事な国民が相当数拉致をされているのに、それをはっきりと言及しないまま中途半端な形で会談は終わってしまった、まあ、いうことになっていまして、その時の金正日の、まあ、今はいないから遺訓になるわけですけどね、日本人の拉致被害者はもういない、日程家族もみんな亡くなっているということがそのまま今も続いていて、それを金正恩が引き継いでいるわけです。だそういう中、そうではないというかなりの専門家の皆さんの意見あるいは調査含めてですね、なんとか日本人の被害者を全員しかも一括して、返さなければダメだというような目標で、動いております、長く続きましたこの活動もですね、もう毎年毎年今年こそはという言葉を使ってきたんですけども、ただ時が虚しく流れるだけで全く結果も経過もよく見えません。それで今年はですね、もう最終決戦の時だというような判断とスローガンを掲げてですね、戦ってまいりました。これについては北朝鮮との日朝の会談交渉が始まったというそういったきっかけもございます。もう一つはもうこれ以上待てないという思いの上に立った判断です。もう待ってる家族も当然ながら向こうにいる被害者の方たちは厳寒な北朝鮮に三十数年間も我慢し続けて帰りを待ってるわけですね。多分この日のこの時間もそういう思いを持っているでしょう。まあ、しかしながらそれもあまりにも長い間続いてますので、まあ我々待ってる家族もだんだんいなくなってしまうんですね、残念ながら。まあ、具体的に、まあ、私事ですけど、私の兄弟もこの救出運動をしながら兄弟2人とも欠けてしまいました。その他に、その他の家族の親戚あるいは親含めて、この2年で、もう7名亡くなってますね。だからそういうふうにして、家族の帰りをずっと待っている人も、もう精神的にも肉体的にももう参ってしまう。まあ、当然ながら北にいる人たちもあの国ですから栄養もないでしょう、医療もレベルは低いでしょう。でそういった環境の中でじっと待っているわけですけれども、もうこういうことを考えるとですね、我々よく言う一刻でも早くというふうなことがもう本当に心に突き刺さってですね、誰に対してもそういった雰囲気のお話をさせていただきました。で政府に対しても、直接、まあ、家族会としてもですね、直接要請をしてもう何とか早くしてください、早期解決という言葉がありますけれども、なかなかですね、やることをなすこと前に向いている行動にはなっているとは思うんですが、結果的に何も出てこない。我々欲しいのは結果なんですね。まああれもやりました、これもやりました、今こうやってますいう話がものすごくたくさんあります。でどうなったのっていうことを聞くと、そのまま立ち消えてしまう場面が多いですね。
まあ、私たちも国内だけではなくて、国際世論にも訴えるために、国連の公式な場にも出て、陳述もしてまいりました。2年前はジュネーブの人権理事会の本会議に私が行ってですね、日本の家族、被害者家族の代表として陳述をしてきました。まあ、その時ですね、まあ、笑い話なんですけども、北朝鮮の代表があいつは誰だと、政府の人間ではないんじゃないかということで、私の発言をやめさせる動議が出たんですね。で、議長はそうではないときちっと登録してあるということで、引き続き私もお話を続けたんですが、その代表はまあカッときたんでしょう。名札を叩いて、席を立ってしまったと、まあ、いう場面もあります。当然私の発言は北朝鮮にとって全て不利な発言内容ばかりですから、北朝鮮がよっぽどこんなに悪い国だっていうことを示すためのお話ですから、彼らは聞きたくない話ですよね。まあ、そんなことも含めて、もうニューヨーク、ワシントン、ジュネーブ、あらゆるところに出かけて、国際世論にも訴えました。まあ、アメリカ行けば、横田さんが前、ブッシュ大統領にありましたけども、私もオバマ氏が日本に来たときに、アメリカ大使館で会って、この問題を早く解決するように強い支援をお願いしますと、まあ、いう話もしてきました。で、そばにいたクリントン氏にもお話ししました。で、今来てるケネディ大使ですか、あの人にも 2,3 回会ってですね、この日本の味問題なんとか具体的に進めるようなバックアップをしてほしいという話をしてまいりましたけれども、まあ、その前にアメリカの下院あるいは上院で共和党民主党たくさんいますけど、議員の先生がそれぞれの方々にお願いはしてきましたけれども、その気持ちは分かったと、理解はしましたということで、できればいろんな支援をしたいという話だけはあったんですが、結局、まあ、アメリカのその国益を考えた最終決断で、まあ、国務省あたりが決めてしまうので、わざわざ日本の拉致に対して時間とお金とをかけてですね、具体的な支援はしてくれそうもありません。ということは、私もよく言う、この問題は日本国 自体の問題だということで、やはり日本国政府はですね、強い態度で、この問題を解決すべく、あらゆる手段、あらゆる戦略戦術を持ってですね、取り返さなければ誰も助けてくれません、ということも考えていますけれども、まあ、先ほど言った国際世論に訴えて支援を受けるとすれば、2002年の時のブッシュ大統領みたいにですね、北に対してものすごい強い圧力をかけてもらいたいと。で、北が困って日本のこの問題をまた真剣に取り組むしかないというような場面をね、作ってもらいたいということはありますけれども、まあ、今のオバマ氏民主政権はあまりそれは感じられません。まあ、そんなことがずっとありまして、我々も日本全国もくまなく回ってこういった集会を開催していただきまして、訴えてまいりました。そういうことでは皆さん方のお力というのは相当ひしひしと感じております。いわゆる世論というのは政府政権も相当な重要な要素に置いているわけですよね。で、世論が強ければ強いほど政府あるいは政権が動かざるを得ない状況になるわけです。で、これが冷めてしまいますとね、やんなくてもいいのかなというような変なムードにもなりかねないと思うんですね。それからまたこの世論の強さというのは、怒りというのは、直接北朝鮮に響くわけです。
強いメッセージとして伝わるわけです。で、朝鮮関係の人たちがですね、あの集会やると必ずどなたか何人かいるんですよ。で、彼は あの時こう言ったと。それから国民の世論は今が相当盛り上がっていると、諦めてないということがですね、逐一報告されるようです。まあ今日は本人はおられませんでしょうけれども、そういうふうにしてですね、日本の世論っていうのは当然まあ我々家族会を中心として、国民がですね、大事な国民、政府の最低限度の仕事である国民の暮らしと安全を守る、これがなかったらですね、本来他の議題には進めないはずなんですが、どうも最近の動きを見てると、まあ、今回 あの法律の改正問題、いろいろありますけれども、やはりこの拉致問題というのはなんとなく雰囲気には浮かんでこない、どっかへ飛んでいってしまっているような様子です。この間もあの 秋田市でですね、街宣活動やってたら隣に、旧社会党の団体がいて、お前らそう怒鳴ってるけどそんなの解決するはずがないぞと、拉致よりも今は憲法改正だと、拉致なんか後回しでもいいという発言したもんですから喧嘩になったんですよ。だそういう人もまだいるんですね、たくさんいます。で、実はこの問題についてはもう日本の国民である以上、あるいはどんな政党である以上、イデオロギーを抜きにしたいわゆる国家犯罪をなんとか解決させるためにまとまっていかなければならない、まあ我々あのオールジャパンと言っておりますけれども、そういう形がですね、もっともっと強く現れてくればなおさら大きな力になるなというふうにも思っております。まあ今年もですね、もう9月になりましたよね。まあ、本来あの我々は7月頃までには何とかあの解決の兆しが伺われるかなと、あるいはそこに焦点を当てていろんな活動をしてきましたけれども、それもあっという間に過ぎてしまいました。このところであの今議論になっているのは、まあ、いわゆるあの去年から始まったストックホルム合意に基づいたそれぞれの国の履行なんですけれども、まあ、北当局はですね、あの合意は誠実に履行していますというふうに言っているんですね、今も。で、何回かあの日朝交渉ありましたけれども、あのその度に何の回答もない、報告もない、今調査している最中ですと、まあ、いうことだけが残ってですね、全く回答がありません。で、そもそもあの私たちがあの思っているのは、あの拉致被害者というのはもう当初から拉致した日から北朝鮮がしっかりと管理しているはずなんです。どこの誰々が誰々を拉致してここに今いると、その名簿もきちっと当初からあると。ですからあえてその街の中を歩いてね、日本人いないかっていうような調査は全く考えられないわけです。ありえないわけです。ですから調査なんかしなくてもその名簿を出す意思があればすぐ出てくるものだというふうに思ってます。で、この難しいのはですね、まあ、あの後で西子先生の方のも話あると思いますけども、我々はあの報告書が欲しいんではないんですね。拉致被害者の確実な帰国、これが欲しいんです。もうこれは他と比較しても絶対譲れない問題であります。で、報告書と言ってますとですね、そればかり一人歩きして、じゃ あの報告書出せばいいんだなというふうな北に対す北もそういったことも考えているでしょうし、報告書が出てからまだいるはずだと、この人とこの人がどうなってんだという追及もできますけれども、あの多分報告書を出すためにはトップ
北朝鮮のキム・ジョンウンの決裁がいるはずなんですよね。でそれを一回決裁して、中途半端な内容でも何でも決裁してしまえば、それを向こうは出すしかない、あるいはこっちとしても、まあ、出すっていうんだから受け取るしかないということに形としてはなりますけれども、問題は内容なんですよね。で先ほどから話しました、生きている被害者が全員載っている、完璧に載っている名簿があってですね、名簿があるんだから当然返すことになる、いつまでに返しますということも含めて、そういった報告書だったら受け取ってもいいんですが、いろいろ噂を聞きますと、その報告書たるや2002年の時のキム・ジョイルのいわゆる遺訓がそのまま載っているだけで、まあ、さらに言えばその亡くなっているっていう人の証拠作りに今専念しているというような話も聞きます。ですからそれは北朝鮮としては当然彼らの考える範囲でしょう。でそういったことを伸ばし伸ばし日本の足元を見ながら、出方を見ながら、なんとか自国の有利な方法で解決させて、要するに国交正常化に向けて、解決しながら、いかにたくさんの支援を取ろうかと、まあ、いうのは、これはもう全体的に、いろんなニュースを見ても見え見えなんですけれども、私たちは本来ですね、北の犯罪国に対して、お願いします、返してください。お金あげます、お米あげますから返してくださいというのではないんですよね。まさに国家犯罪で強引に日本の国民を連れて行った、何の罪もない家庭の人たちを連れて行ってしまったというのは、もう無条件で返せということが言える事件ですよね。でそういった意気込みがですね、どっかにこうちょっと消えているような気がしないでもないんです。まあ、安倍総理は自らの時代で、政権の時代で取り返すとはっきり言ってます、ですけれども、まあ、それがいつなのかというのは全くわからない。で今北朝鮮との日朝交渉の位置づけというのは、北朝鮮とのつなぎをつけておきたいというのがなんかあるらしいんですね。これ全て蹴ってしまいますとまたゼロになってしまう、まあ、いうことも懸念しながらいると思うんですけども、いずれにしてもですね、今までの交渉の内容あるいはやり方を見ていると、やはり単に外務省主導の交渉ではダメだと、まあ、いうふうに感じられます。さっき言いましたように、国と国の一番大事な重点的な最重点的な事件ですから、やっぱり一外務省の交渉だけではいわゆる拉致も開かないということを感じております。したがって私たちもこれはもう安倍総理でなければ解決しないと、まあ他の方もいろいろこう描くんですけども、例えば大臣、総理大臣が変わったとしても、これは今の安倍総理の時代に解決しなければ絶対もう後はないと、消えてしまうという恐れがあります。でしたがって我々は何とか安倍総理が働きやすいようにという援護をしているつもりですけれども、まあ最優先という形がどうも見えてこないのが不安です。まあ、今回総裁選でも安倍さんがまたなったので、そのままやってくれると思いますけれども、先日も家族会、まあ、私も含めて Y 総理に直に話に行ってですね、先ほどお話ししましたような内容を要請しました。総理、いい加減な報告は受け取らないでいいですから、我々は望んでるのは本当に生きてる被害者が早く即刻全員帰国することですと、ぜひここに焦点を当てて、
あまり報告書云々だけが一人歩きしないように、ぜひお願いしますと。まあこれも噂ですけど、今、その報告書云々のことについて、いわゆる水面下でいろんな動きがあるようです。ですから、まあ、その水面下の動きは具体的にはどういうものか分かりませんが、例えば、報告書の内容をこれでいいかと、あるいはちょっとこれじゃまずいからこうにしようかというような打ち合わせもあるんではないかと、もうそんなことで、ね、議論している暇はないんですけども、もうはっきりと例えばその方法をね、今のやり方を撤回ゼロにしても本当に確実に返せる、取り戻す、この方法をですね、やっぱりきちっと打ち立てて、やり直すのも一つは手があるなと思います。しかしながらあまり時間がありません。これでまた1年2年3年経つような方針とか方策戦略だったら、もう我々本当に疲れてですね、もう待てない、もう限界なんですね。ですからあらゆるそういった条件が今重なり合っています。そういうことでは皆さんが非常に関心を持っておられることは確かでありますし、皆様におかれてもですね、まあ絶対に早く解決せよという気持ちはかなり強いと思います。そういった皆さんの心ある人の世論をですね、がっちりと高くしながら守っていくと、まあ、いうのが実は私たちの役目かなと思います。まあ、お願いなんですけどね、ぜひ助けてくださいと、私たちと一緒に戦ってくださいと、あなたの家族がもし拉致されたらどうしますかというようなこともたまたま言いながらですね、皆様のお力添えをいただいています。まあ、支援といえば言葉だけではなくて、例えば今言った総理にも徹底的にメールでもファックスでも手紙でも電話でもいいです。じゃんじゃん寄せていただいて、まあ、当然署名もそうですね、署名なんかも今1100万個しましたよね。それだけ、たくさん集まりました。これは ものすごい力になります。そういったことも含めてですね、ぜひいろんな場で、最近自治体で各県でいろいろ主催しながらこういった活動をやられております。まあ、私も埼玉県なんですけど、埼玉県の上田知事もかなりこの問題を当初から研究しながら実際の活動をしていただいてます。そういうことでは国会議員だけではダメかなと思います。やはり地方のこういった議連を通して中央に文句を言うと、まあ、文句というのは変ですけども、尻叩きをしていくと、議会でもですね、よく要請書というものを採択して決議して、国に持っていく、そういった場面も結構見受けられます。まあ、東京都でもやってますし、埼玉県でもやってます。そういうことも含めて、今この大事な時期に、全ての人が盛り上がっていただいて、それぞれの役目の中で、力を発揮していただく大事な時だと思うんです。そういうことでは、またちょっと何ヶ月かかるか分かりませんけれども、今そういった動きが過渡期である、それがいい方向に行くのか悪い方向に行くのか分かりませんが、今大事な時であることだけは確かです。そういうことでは、またあさってですね、13日、東京国民大集会やります。まあ、そこでまた盛り上げを図って、安倍総理も呼んでですね、どうするつもりだか聞きたいところですけれども、そういった行事もこのところずっと続いております。そういうわけで、なかなかパネル展とか今日もありますけれども、もうか私もいつもねこれ持って歩いてるんですけど、もうこの顔をねじっと見られないんですよ、かわいそうで。あんちゃん早く助けてよっていう何でこう言ってるような気がしてね。これは22歳の時です。もう今帰ってくると還暦です。その大事な30数年間の時間を北に取られて、もうそれは後には元には戻りません。
ですからまずは早く助け出すこと、それから帰ってきたら今までの、まあ、挽回というか取り戻すために精神的あるいは経済的なケアも考えていかなきゃいけない、そういったことも含めてですね、まだまだやることはたくさんあると思います。まあ、私も77歳になりまして、いつまで頑張れるかなっていう年になってしまったんですけども、まあ力のある限り続く限り、頑張っていきたいと思いますので、皆様方におかれましてもさらなるご支援をよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。